大きくなりすぎたタイサンボクの木です。これをね、今日は剪定したいと思います。ツリークライミングの装備をつけて安全にね、剪定したいと思います。まずはハーネスをつけます。僕はツリーモーションというハーネスを使っていますけども、ツリークライミングをやられる方には人気のハーネスだと思います。これをね、一回使ってしまうとね、もう他のハーネスは使えないですね。まあもしかしたらね、他にもいいものがあるのかもしれませんけども、いろいろ使ってみてこれにたどり着いたんでね、私の場合はもうこれで十分気に入っています。ロープで上から吊られている時も締め付けられる感じが全くなくてね、安定して体を支えてくれます。本当はこれにね、上半身のハーネスもプラスするといいと思うんですけどもね。今回はね、これにランヤードを2本使います。こちらはワイヤー入りのランヤードで、スパイクをつけて木の幹を登っていく時に使うランヤードなんですけども、そういう時以外はちょっとね、硬くて使いにくいんですけどもね。もう1本はこれは自分で作ったランヤードです。こちらの方がね、使いやすいんで、もう1本作ればよかったなと思ってるんですけども、ランヤード2本が色が同じだとね、ちょっと危険なんですよね。どちらのロープを使っているか一目で分かった方が安全だと思います。それで今回はこの2本を使います。靴は林業用の安全靴で、足の裏にね、スパイクがチクチクとたくさん出ているものですね。木の上に登って枝の上を歩くんでね、滑り止めがついている方が安全ですね。まあスパイクといってもね、それほど鋭いものでもないので、木に傷をつけるほどのスパイクではありません。このブーツの上からこのキャハンのようなものをつけます。これは実は乗馬用なんですね。馬に乗る時の、乗馬用のチャップスと呼ばれているもので、これがですね、ちょうどぴったりとね、ふくらはぎにフィットするんで、切りくずがね、ブーツの中に入るっていうことがなくなります。これをつけるとね、本当に切りくずがね、全く入らなくなるんでね。特にチェーンソーを使うときはこれは必ずつけています。まあ安全のためというよりは、切りくずが入らないようにするためっていうことだけですけどもね。木の上で靴を脱いでゴミを取り出すなんてことはできませんからね。それからヘルメットをかぶります。今回はね、フェイスガードとイヤマフはついてないんですが、ほとんどの作業をね、手のこでやろうと思ってるんですよ。手袋をつけて、これで装備は完了です。今回のこの木はですね、それほど背が高くもないので、クライミングロープも使えませんし、スパイクも使えません。その代わりにね、このブリ縄というやり方で、はしごみたいなものをね、作っていきたいと思います。これで1段できたんで、もう1段作ります。この1段を登って上でランヤードをかけて体を保持します。この体勢でもう1段作ります。2段目は結構上の方なんですが、その間にね、このロープを垂らしてあるので、このロープに足をかけて登ることができます。なので合計3段分のはしごを作ったような感じですね。ランヤードを短くしながらはしごを登っていきます。2段目のロープに足をかけて3段目に登ります。あとはランヤードが2本あるので、順番に掛け替えながら木の枝の上を登っていきます。これで安全にね、上まで行くことができます。まあいわゆるツリークライミングとはちょっと違いますが、ツリークライミング用のハーネスとランヤードを有効に使って安全に木の上で作業することができます。剪定そのものよりは、木の上まで安全に登れるかどうかですね。上まで登れてしまえばね、あとはそんなに難しいことはありません。
家が近いっていうことと、それからこの木の下でね、椎茸栽培をやってるんですよね。それでね、小さい枝を少しずつ切っています。大きい枝のところでね、チェーンソーで切ると一番楽なんですけどもね。ランヤードを2本同時に使うとですね、体勢が固定されるって感じになるので、まあ言ってみればね、両手で捕まってるような状態になるんですよね。そういう体勢で剪定ができるので、もちろん安全ですし、体もね楽なんですよね。こんな感じで両手で作業ができます。木から降りる際はランヤードをハーネスの真ん中のリングに付け替えて、ダブルロープのようにして一気に降ります。こうやって使えるように、このランヤードはちょっとね長めに作ってあります。ファクトリー9、まだ剪定は全然途中で降りてきたんですけども、こうやってね切った枝が積み重なってるんで、あまり大量にね、いっぺんに切ってしまうと、この枝をね、取り出すのがなかなか大変なんですよね。なので、一度途中で降りて、枝の処理をします。木の剪定自体は、それほど大した作業ではないんですが、このね、切った枝の処理の方がね、よっぽど大変なんですよね。また上に登り直して剪定を再開です。このタイサンボクはね、本当に成長が早いんで、葉っぱがついてる枝はね、ほとんど全部切ってしまいます。残りは結構太い枝になるので、チェーンソーを取りに一旦下に降ります。ファクトリー9、チェーンソーを腰にぶら下げてきました。登り直して太い部分は最後にチェーンソーで切ります。はい、これでね、剪定作業は終了です。ファクトリー9ということで、今回はツリークライミングの技術を応用してタイサンボクの剪定をしました。このタイサンボクは本当にね、成長が早くて、それから丈夫な木なんでね、剪定作業はあまり気を使わずにどんどん切っていくと、とにかくどんどん切るっていう感じなんでね、そこはね、全然難しくはありません。
ただね、このツリークライミングの道具がないと、はしごとか三脚を立てて、その上でね、切るということになるのでね。まあそういう選定をされている方も結構いらっしゃると思うんですが、まあ僕はね、それはちょっと危険なんじゃないかなと思うんですよね。はしごが倒れたり踏み外したりすると下までね、簡単に落ちますからね。ハーネスとランヤードを使う安全の確保、これはね、皆さんにお勧めしたいと思います。切り落とした枝の処理をね、しないといけません。剪定作業よりもね、こっちの方が大変なんですよね。太い部分と細い部分に分けて、細い部分は葉っぱと一緒にね、できるだけ細かくして、ちょっとね、時間はかかりますが、畑で使う堆肥をね、作りたいと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお願いしたいと思います。